パス止めて蹴る止めて蹴るっていうのを常に意識する。どこに触ったらどういうところに止まるか、足のどこに当てたらどういう風なボールが行くかっていうのを一回一回考えながら練習したら上手になります。それをいっぱい続けたらね、すぐには上手くならないよ。やっぱりもう本当練習するしかないね。考えて練習する、それを続ける。 OK。 ただ練習、考えて練習するだけでもね、練習量少なかったら上手くなる。ただいっぱい練習するだけでもね、考えなきゃ上手くなる。この両方をねしっかり続けるってことがすごいな。やっぱり自分の特徴っていうのをやっぱ理解するのがすごい。やっぱりその中でもやっぱりドリブルで運ぶことだったり、まあ、止める蹴るってやっぱ次っていうのがないともう始まらない話。まずやっぱり自分を知るっていうのがすごい大事だと。だから自分に合うことを今何になりたい、将来ジュリーがなりたい、サッカー選手になりたい、なりたい、うん、その中で楽しいことばっかやってても絶対うまくなって、何すればうまくなるって、ああ練習して自分自身でいろんなことを考える。コーチにさ、バーって言われるじゃん、何しよう何しようって。それだけやっててもうまくなんないで、お父さんとか先生とかコーチとかにいろんなこと言われて、なんで自分はそうやって言われたのかなとか、で自分の頭の中ですごい考える。それってすごい人として成長するし、それに対してサッカーもどんどん上手くなる。で、いろんなこと考えてやってて、また、練習、練習するのに自分自身何すればいい、考える。そう、練習も大事なのは、頑張ることなんていう、自分自身で頑張ること、何しろ努力しなきゃ。でもさ、努力ってみんなしてるんだよ。そう。サッカー選手になりたい。他の夢とかさ、達成したいとか、やっぱ人より努力してる。一生努力だから、その人を超えれない。だから、みんなが努力してる以上に、頑張ってるんですよ。でも頑張りすぎる。休むときは休む。ああ。オッケー、ありがとうございます。